続いての対決は金沢智子 VS 新沼キサラ。さあお二人に意気込みを聞いてみましょう。まず金玉。はい、そうですね、やっぱり勝負ごと今まであんまりジュースジュースって強かった経験っていうのはなかった気がしてて、うん、ハロープロジェクトでまあちょっとスポーツというか、うん、争った時もちょっといい結果ではなかったですし、ここでちょっとね記録を残したらなと思います。頑張ります。はい、うん、続いてキサ。はい、私は、先輩とこういう勝負事をするのが本当初めてに等しいので頑張りたいなと思うんですけど、うん、あの私金沢さんのことが密かに好きというか、密かに、を知ってるので、うん、ちょっとその子はなんか負けないように緊張して頑張りたいなって思います。はい、さあいかがですかこのカード。いやいや、このカードはだから今キソ言ったみたいに、はい、ちょっとなんかイメージですけど、このカナトモがね、うん、ガッてなんかリードしそうな感じやった、はいはい、そこにキソがどうついていくか。そうですね、うん、なんか主導権はカナトモ取ってきそうな気するんだけどね。変幻寺ですからね、キソは。そうそう、うまくついてってもう今すでに好きっていうアピールをしてますから、これちょっとカナトモが心が揺れてるんじゃないかと。技の可能性ありますからね。最初の競技はトントンカミモ。さあということで、自分でデザインした紙力士を持っております。ちょっと紹介してもらいましょう、うん、かなとも。そうですね、私はあの、まあ、自分の似顔絵、うん、まあ、そんなに似ているわけではないと思うんですけど、あの結構丁寧に描かせていただいたので、はい、うん、真面目に描いたやつとかちゃんと勝利につながることをね頑張ります。でもうまいですね、紙力士としてはすごいいい感じですよね、うん、さあ続いてキソ。はい、私はあの紙力士の描き方をまず、うん、え、俺横顔描かなきゃいけないからね。あ、でも折ったら横顔。いや、なってなんかいいですね、もうギャル相撲ですね。ギャル相撲を張る場所です、もう冬場所ですね。はい、さあ、五郎さんいかがでしょう、この対決。いや、あのね、ちょっと私の事前情報によりますと、やっぱかなともさんが、うん、パソコンタイピングが得意と聞いてまして、やっぱこの指でパン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 ってやる動きが指でいくと、はい、得意なので、ちょっとこれ叩く動きと似てるんじゃないかなと私は。なるほどね、はい、ちょっと有利かなと期待しております。はい、じゃあそれでは参りたいと思います。2回先に勝った方の勝利でございます。はい、東蘭の空、西友のかな。逆ですね。蘭の空対友のかなということで、それでは参りましょう。発見、おい、残った。さあ出るか。これかなとものタイピングスペシャルが出たらすごいですよ。あ、来た、タイピングスペシャル来てます。タイピングスペシャル来てる。タイピングスペシャル全然さ、両力士ともほぼ動かずという感じですよね。大きいですからね、全然行かない。この両力士、これあれですよ、倒れたらもちろんですけど、線出てもダメですからね。そうですよ、枠出てもダメですよ。ちょっと強めに叩いてみます。はい、あっ、トモノカナー。それではいきます。はっけおい、残った。そうですよ、叩くことによって相手を倒すでもいいわけですからね。なるほど、残った残った、はい、強く叩いて、そういうことですよ。残った。さあ、あ、来た。いいよいいよ、蘭の空、いいよ。おお、1対1です。これまさしく今強めに叩いて今度は敵を倒しました、ね。はい、そういう作戦もあるんですね。それでは参ります。発見、おい、残った。何をすればいいの。残った。さあ、これ、ね、両力士ともね、意外とねしっかりしてるんですよ、胴体が。そうね、はい、いい紙力士なんですよね、これが。すごいいい力士でしょう。すごい、後ろに下がってくる。さあ、線を出てもダメですよ。やばい。おっと、あ、これはちょっと友のから、友のから危ない。出てるかな。あ、出た。あ、出た。ランナー、ランナー、ランナー、ランナー。おめでとう、それが。さあ、続いてはナイスオッキー。五郎さん、いかがですか。いや、ちょっとこれはね、やっぱり新沼さんがね、技師ですから、やはりどうね、かいくぐっていくか楽しみですね。なるほど、はい、さあ、それでは先攻後攻、じゃんけんで決めていただきたいと思います。これは勝った。はい、先攻のが有利なので、勝った金友からいきましょう。いきます。おい、まあまあまあ、
まあまあまあ。ナイスホッキー。おー、おー、ナイスホッキー、ナイスホッキー。これは多分飛距離一番出たんじゃないですか。そうですね。これはちょっと、こんなことある、ほど超えた。裏腹に、ちょっと待って、可愛らしい部分出ましたよ。出ましたよ。そろそろ行くか。おー、カルトコさん、ここで一発吹っ飛ばすって感じよね。そう、おっ、おー、いいです、もう道が見えてきました。うまいよね。どうしよう、うーん、おぉ、ナイスキー。これはこよんのがいいですよ、今のところ。こよんですね。おぉ、やばい、もう待って、私結構障害物が多い道を選んじゃったから。確かに、かなりハイレベルの戦いだ。いきます。うわ、すごい。大くん出てますよ。自分も。あ、さ、これさっと終わりますか。決めるか。あ、もう半分入ってます。バイキソー、ナイスロッキー、バイキソー。うまい、バイキソー。使うとこ違いました。いや、でもかなりスムーズでしたよ。多分相当早い、記録的に早いかなと思います。卓上ピンポン、卓球ピンポンですけど、カナトもいかがでしょう。はい、そうですね、実はつい最近ロケで実は卓球を学びまして、ただ今ちょっとちゃんとしたルールさえもあんまり思い出せてないんですよ。なのでちょっとね、どうなるか分かんないですけど、感覚を取り戻しつつ頑張っていきたいなと思います。ぜひ頑張ってください。さあ、基礎いかがでしょう。あ、でも今ちょっとそのこの話聞いて少しビビってるんですけど、まあ運動神経は悪くないと思うので、はい、ゴロさんいかがですか。いや、ちょっと金友さんがね、はい、アーチェリーがやっぱ得意というのを聞いてるんで、やっぱ打ち抜くっていうのに関してはね、なるほど、スマッシュが、そういうことです。ちょっと今のところスマッシュがこの試合で見れてないんですよ、まだ。そうなんですよ、卓球で、卓球でぜひちょっと見たいなと思います。ぜひ頑張ってください。さあ、それではサーブのじゃんけんをしてください。はい、最初はグーじゃんけん、おい、これはどうしたの。金友からいきましょう。うまい、お、うまい、1ポイント、金友1ポイント、金友1ポイント、うまい。おお、かなとも2ポイント選手。これは。おお。なかなともに1ポイント。基礎は自分の陣地に打っちゃダメです。そうです。基礎集中していくか。どう。うまい。ああ。さあ、マッチポイントかなとも、マッチポイント。中にいた卓球女王がいた。見れるのか、サーが出るか、埼玉のサー。いきます。あ、あ、出るか、出るか、出るか、サー。うわー、パーフェクト。最後は集めのお劇。さあ、最後の競技ですけど、かなともいかがでしょう。そうですね、ここまでちょっと2回負けちゃってるのかな、なのでここで勝って、引き分けといいますか、2回ずつ勝った感じにしたいなと思ってます。さあ、基礎いかがでしょう。やっぱでも勝ち負けのあるゲームは全部勝ちたいなと思うので頑張ります。はい、最初のグーでしょ、ほい、アイスゴールショー、アイスゴールショー、あ、負けちゃった。それでは参ります。はい、集めろおけき、言われたらいい。招集するメンバーグループはビヨーンズ、よーい、スタート。はい、言ったらかなとまも全員後輩でしょうからね。そうですね。お、タイピングしてますか。タイピング必要なのか。確かにここは後半の方がいいですかね。そうですよ、誰がいるか分かりますから。ビヨーンズは誰かな。さあ、見つけられるか。誰かな、誰かなっていう、お、知らない人は今いないですからね。ヒントが出ましたよ今。もしかして選んで終わったら集まったと言ってください。基礎からヒント、基礎何でしたか今。ヒント何て言いました。でもちょっと合ってるか分からないけど、一応13人。なるほど、終わったら集めたと言ってください。はい、来ました、一岡さん。一岡、いた、はい、柴倉さん、小林さん、小林、お、そして最後、里吉さん。はい、お、見事、ありがとうございます。よかった、
ということでタイム発表しましょう。このともタイムは50秒です。おお、いや、いいですよ、50秒かなり高記録。よーい、スタート。さあ、行けるか。レオンズだぞ。結構人数いるよ。レオンズ、数数えるの忘れちゃうんですよね。なるほどね。これ誰で、そう、誰が誰だか。はいはいはい、先ほど来たら言ってました、はい、レオンズは13人いると。なるほど、13枚集められるのか。いないですよ。はいはいはい、ほうほう、早いですね。早い早い、もう集まっていいですよ、いいですよ。はい、おう、はい、おう、さあ、言ったら50秒以内に絶対に終わらせないとね。そうですよ、勝ち目ありませんから。頑張れ。まだいる。いや、終わったんじゃない。終わったら集まったんですよ。集まりました。はい、さあ、確認していきましょう。これは面白い試合になりそうだ。いないかも。まずは、一岡さん、いっちゃん、はい、島倉さん、島倉、はい、西田さん、はい、江口さん、さやちゃん、はい、高瀬さん、あ、いない、いない、いない、あ、くるみ、おー、ということで一人休められていませんでしたので、プラス3秒でございます。はい、先ほど、かなどもの記録が50秒でした。それでは、基礎のタイムを発表してください。プラス3秒して、結果、うん、45秒ということで、4つの競技やってまいりましたけど、かなともいかがでしたか。そうですね、すごく楽しかったですし、結果としてはちょっと負けちゃったんですけど、まあ、楽しかったからいいかなっていうのと、あと一つ大事なこと言いたいなっていうのが、ビヨンズは12人です。そうなんです。よかった、さん、そこ言ってくれてありがとうございました。ありがとうございます。12人でございます。はい、お見知りおきを。なんかこうやって机の上でできるゲームとか、なかなかする機会ってやっぱないので、うんうん、思いますし、勝ててよかったです。おめでとうございます。ぜひね、皆さんも遊んでみてください。ということで、お二人お疲れ様でございました。